はい、小畑です。今日もよろしくお願いします。僕はもともと学校に行けなくてずっと不登校だったんですけど、今楽しく生きてるので、無理に学校行かなくてもいいんだよと、行かないんだったら他のところで頑張ったらいいじゃんみたいな、そういう発信を普段からやっております。で、こういう学校は行かなくてもいいという本を書いたりとか、YouTube とかブログとかでいろいろ発信をしてるんですけど、今日はですね、ホームスクーリングについて話をしたいと思います。ホームスクーリング、多分ご存知の方も多いと思いますけど、日本では厳密には認められてないんですが、海外とか、他の国ではですね、結構ホームスクーリングっていうのが、盛んに行われている地域があります。アメリカとかですかね、あとは、北米じゃない、北欧の方、フィンランドとか、あっちの方とかもあるんですけど、ホームスクーリングっていうのはですね、いわゆる在宅の勉強ですね。学校に行く代わりに自宅で勉強する。それでまあ学校に行った代わりにするというような、そういう制度というか、学習方法ですね。で、まあ、海外ではね、結構当たり前に広がってきてる地域もどん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 増えてるんですが、日本ではまだまだ、というか一般的にはありません。で、まあ、そもそもホームスクーリングってあまり定義がないので、まあ、家で学習する、自宅学習のことなので、あんまり定義ってないんじゃないんですけど、ただ、まあ、国によってはですね、その学校に行かなくても、ホームスクーリングで一定の学習をすると、それを義務教育を果たしたと、それを学校に行ったというふうに扱うっていう、そういう、ルールがあったりします。なので、一応、まあ、ちゃんと認められるっていうことは、まあ、大事だったりするんですけれども、まあ、ただ、まあ、日本でも、やろうと思えば、できるんですよね。その自宅学習ということですけど、まずそもそも、まあ、極端なことを言えばですね、日本の小学校、中学校っていうのは、まあ、1回も行かなくても卒業できるんですよね。学校は、まあ、僕も実際あんまり行ってないんですけど、一応卒業の、まあ、証明書というか、卒業証書をもらってるんですよ。日本の学校っていうのは基本的に、極端な話、1回も行かなくても卒業できると。で、まあね、勉強別に家でやったら、いいじゃないですか。学校は行かなくても勉強は別に家でできるので、そういうふうにホームスクーリングで、勉強をして卒業するってこともできると。で、高校は昔からあれですよね、通信制高校ってのがありますよね。通信制高校に行く。で、通信制高校は、まあ、ほとんどのところが基本的には行きたいという希望を出せば行けるので、成績とか、中学校までの内申書とかあんまり関係ないので、まあ、通信制高校に行きますと。そうすると、ほとんどレポートなので、自宅で勉強して高校卒業の資格を取ることができます。で、まあ、もっと言うと、極端な話、通信制高校行かなくてもですね、高卒認定資格、いわゆる代験っていうものも、ありますので、じゃあ高校別に行かなくても、中学卒業したタイミングでその勉強をして代験を取ったら大学にも行けると。まあ、日本でも制度としては認められてないホームスクーリングですけれども、やろうと思えばできることはいっぱいあるんですよね。だから、まあ、学校に行った方が勉強ができるのであれば、学校に行った方が、まあ、行きたいならね、行ったらいいと思うんですけど、人によっては学校に行かない方が勉強がはかどる子、できる子っていうのは結構一定数いてですね、まあ、そういう子はもはやホームスクーリングの方がいいんじゃないかなという思うような時もあります。ホームスクリーングに適した教材とか、それで、まあ、最近ね、法律も変わって、学校に行かなくても自宅でいろんなオンラインの教材とか活用して授業を受けると、それが学校の出席扱いになるみたいな、そういう、ルールというか教材とかもたくさん出始めています。そのあたりは他の YouTube で出席扱いについて取ったので、それを概要欄に貼っておきますけれども、そんな感じで日本ではこう、制度としてはホームスクリーングって認められてないところもあるんですけど、やろうと思えばできると。で、実際にですね、まあ、そっちの方が学力が上がりましたみたいな、そういうケースもたくさんあります。やっぱりこうやりたい時とか、モチベーションによって人の能力とか成長ってすごい変わってくると思うんですけど、いやいや学校に行ってる状態で勉強しても多分成績伸びないじゃないですか。とか、先生の教え方が合わないとか、いろんな、まあね、学校で勉強したくない理由ってあると思ってて、でも勉強自体が嫌いじゃなくて、学校の勉強が嫌いな子って結構多いんですよね。勉強自体が嫌いじゃない、でも学校で勉強するのは嫌だとか、この先生は嫌だとか、そういうのって結構あって、そういう子たちからすると、家で勉強するっていう選択肢は全然あっていいと思うんですよね。やっぱりそもそもこう、学校ができた経緯とか、学校の役割っていうのをこう本質的に考えていくと、まあ、そもそもこう、まあね、
でみんなある程度勉強した方がいいじゃないですか。社会で生きていくためにある程度、基礎的な人間として知っておいた方がいいよっていうことが、まあ、義務教育として学校は学べるわけですけど、逆に言うとそれは学校以外でも勉強できますよね。その義務教育で学習する内容っていうのは別に親が教えることもできるし、まあ、こうやって YouTube でいろんな勉強動画もいっぱいありますし、教科書を買ってもいいですし、まあ、探せばこうそれぐらいの勉強、中学校を卒業するくらいまでの基礎的な学習っていうのは、まあ、別に家でもやろうと思ったらできると、なので、まあ、学校はあくまで手段でしかないので、そんなにこうねこだわる必要ってないのかなというふうに思います。で逆にこう行きたいなら行ったらいいと思うんですけど、行きたくない中で、学校にこうねいやいや通ってても成績多分伸びないので、逆に、勉強が嫌になら、なんてしまう、逆にそれによって嫌になってしまう。だから勉強が まだ好きだと思えているうちに学校ではなくてもう家で勉強するっていう選択を取って、ホームスクーリングで勉強するっていうのは全然僕ありだと思うんですけどね。そういう選択があってもいいなというふうに思うんですが、どうでしょう。なんかでもちょっとずつ広がってきましたよね。まあ不登校の数がめちゃめちゃ今増えているので、今不登校の数16万人くらい、小学校中学校でそれぐらいいますけれども、これが2年前は14万人くらいだったので、まあ、2万人くらい増えてると。で、これはもちろんそのいろんな、ね、理由があるんですけど、僕が思うによく言われてることも含めてですが、まあ、不登校になりやすくなってきてると思うんですよね。YouTube でこうやっていろんな情報が手に入る。こういうふうにまあ僕みたいなトーク動画もありますけど、いわゆる学校の勉強を分かりやすく解説してくれる YouTuber さんとかもいっぱいいますし、友達にしてもね、学校に行かなくても SNS とかオンラインゲームとかで友達ができている子たちもたくさんいるし、学校の役割がどんどん、まあ、学校じゃなくてもできるようになってきているっていう、不登校になりやすくなっている時代だなというふうに思うので、まあ、勉強に関しても不登校だから勉強ができないってわけじゃなくて、むしろ不登校になるからこそ勉強が得意になる、できるっていう子も結構いるなと思っているので、まあ、そういう選択肢もあっていいんじゃないかなというふうに思いますね。多分これからそういうふうになっていくと思いますよ。もうだって 東京大学とかいわゆるこう難関大学に行こうと思うじゃないですか。そうすると多分塾とか家庭教師とかつけるですね、つけますよね。でそうなった時によくこれは僕も経験があって、他のねお母さんとかお父さんとかもああそういえばあったなと思うかもしれないですけど、塾とか家庭教師とかでめちゃくちゃ勉強してる子って学校の勉強もう終わってるみたいなことなかったですか。学校の勉強もうやったことあるわこれみたいな、塾でやったみたいなパターンって多分、まあ、過去にも結構あったと思うんですよ。でそう考えていくと勉強するっていうことだけ考えると、もはや学校に行かずにその時間も、そういうふうにオンラインとか、塾とか家庭教師とか自分で学習した方がむしろ成長するんじゃないみたいな、そういう発想視点って僕あると思っていて、なんかそう考えていくとホームスクーリングってもっとポジティブに考えられていいんじゃないかなって思うんですよね。そもそも学校であの仕組みで勉強するのは合わないと、この先生に教えてもらうのは合わないとか、まあ、1対30くらいで、ね、学校ってそういうふうに教えますから、得意な科目でも待ってなきゃいけないし、苦手な科目であっても、置いてかれるということがいっぱい起きるじゃないですか。とか体調が悪くて1日2日休むともう、ね、置いてかれちゃうみたいな、そういうこう、まあ、大人数で勉強するがゆえにどうしてもこう置いてかれてる子とか、逆にできる子も待たなきゃいけないとか、いろいろこう大人数で効率的に勉強を教えるがゆえに起きてるこう歪みというか、そういうのもあるなと思っているので、逆に言うとホームスクーリングで勉強するっていうのは一人一人の個別学習というところに、合わせたやり方でもあるなと思うので、まあ僕はそういう選択肢があってもいいんじゃないかなと思いますね。ちょっとお金がかかることが多いので、まあ、不登校っていうのは突き詰めればお金の問題になるのかなとも思ったりします。お金が、ね、ある程度経済的に余裕があるとか、経済的にお金のかからない形で、不登校になった後の選択肢を作ってあげれるようなことができればいいんじゃないですかね。逆にこう学校に無理に こだわらせ続けることによって、やっぱり自分がダメな人だとか、学校に行けない自分ダメだっていうふうに自己肯定感が下がってしまって、まあ、そうなってくると結構大変なんですよね。それでやっぱりこうそもそも人と話すのが怖いとか苦手になってるとか、やっぱりそうなってくるとなかなか回復まで時間がかかってくる。一方でもう学校いいよねって諦めて他のところで頑張ろうよってやって、明るくポジティブに不登校やってる子たちっていうのは全然心配ないし、いろんな選択肢あるので、なんかそういう子たちがもっともっと増えていったらいいなと思うし、不登校に
なる直前とかなった瞬間の対応っていうのがすごく大事なので、なんかそのあたりを引き続き YouTube でもいろいろ発信できたらいいなというふうに思っています。他にも動画いろいろ上げてるんでね、もしよかったら見てください。あとはチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。この動画へのコメントとか高評価とかぜひぜひよろしくお願いします。ということで今日もありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。ではでは。